開いています。白井が運んでセンターに入っていきます。裏を取ったオフサイドなし、ビッグチャンス、シュート、いやー完璧に裏を取りました。愛媛先制、近藤のゴール完璧でしたね。完璧でしたね。これはあの愛媛、真瀬監督が一番やりたかったところでしょうね。攻守においてジェフは紙一重ですから、特にこうあの結果にも数字にも現れてますけど、はい、ここ斜めにからに入っていった右サイドから、ここですね、この動きが良かったですよね。今一度白井が中央に入ってから詰まったように見えましたけれども、そこからうまく動き直しましたね。そうなんですよ、あそこの動き直しでスッとまたオフサイドライン見て動き直したんですよね、はい、でその瞬間にその